はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はスキャン設計図ですね。こちらを使ったおすすめの整地法ですね、こちらについて紹介していきたいと思います。まずですね、空っぽ島の開拓レシピの方を進めていくと手に入るビルダーペンシルですね、こちらでスキャン設計図の方を書き写せるようになったところでですね、こちらの整地法が使えますので、ぜひ参考にしていただければと思います。こちらのスキャンレシピですね、こちらについてなんですが、ビルダーペンシルを使ってですね、このように任意の範囲内ですね、置いてあるものをそのままですね、設計図として書き起こして、その通りに住民たちに配置してもらうということができますので、こちらでですね、自分の好みのサイズにですね、整地したいサイズの設計図の方を立ち上げてもらって、そちらをですね、整地したい場所にポンと置くだけでですね、この置いてあるところにこのブロックですね、こちらのブロックを住民たちが破壊した上で設計図通りにですね、今回は 20×20 の設計図を立てたんですが、こちらお好みのサイズで調整可能ですし、たとえですね、障害物があっても素晴らしい住民たちがですね、すべてぶち壊してこの通りに綺麗な平地などですね、作ってくれますので、こちらのビルダーペンシルを使ったですね、おすすめの整地法の紹介になっております。さて、それではとりあえず住民たちの働きを軽く見た後にですね、最後に少しちょっとした注意点などを紹介していきましょう。はい、という感じでですね、こちらのおすすめの整地法を使えばですね、かなり効率よくかつ簡単に整地ができると思います。まずですね、2つ注意点としましては、資源を大量に使い、かつ収納箱にまとまった数を入れておかなければいけない関係上ですね、素材等で解禁したですね、無限素材の方を使って、例えば石材が無限になっていれば石材で作るなどですね、あとは強度と好みとの大相談で使うわけなんですが、基本的には無限系を解放した後に素材を使ってこちらの整地法をしていただくのがおすすめになります。次にですね、指定した場所に関してはたとえ山があろうが空中に浮いていようがですね、問答無用でブレイクした上でちゃんと配置してくれるんですが、この上に関してはですね、基本的にそのまま手つかずで、この地中などですね、中の方をマジックでもうとりあえず何の障害物があってもこの中の方だけは綺麗にやってくれますが、上や下のですね、こちらは手つかずですので、上の部分に関してはプレイヤーご自身でですね、破壊していただくことになりますが、かなり効率よくかつ楽にですね、綺麗な整地ができますので、最初のですね、レシピの書き上げまでがちょっと厄介ですけれども、こちらのですね、スキャン設計図を使ったおすすめの整地法ですね、こちらについての紹介になりました。